デメトリアス・ジョンソンは、アメリカ合衆国の男性総合格闘家。ケンタッキー州マディソンビル出身。AMC パンクレーション所属。元 UFC 世界フライ級王者。ワンフライ級ワールドグランプリ優勝。名前の頭文字を取って、DJ とも呼ばれる。ESPN、MMA ウィークリー等の格闘技サイトや、関係者からは、 史上最も偉大な総合格闘家の一人と称され、ヘンリー・セフード、ジョセフ・ベナビデス、ジョン・ドッドソン、堀口教授、山本・キッド、ノリフミ、ミゲール・トーレス等の名だたる軽量級トップファイターやスター選手から勝利を収めた。UFC 時代には、フライ級史上最強と称され、 ジョン・ジョーンズやジョルジュ・サンピエール等と並んで、歴代パウンド・フォー・パウンド最強との呼び声も高い。UFC 史上最多連続王座防衛記録、11を保持し、歴代2位の記録である UFC 史上最長連勝記録、13、歴代3位の記録である UFC 史上最多タイトルマッチ勝利記録、12も保持する。また、 UFC タイトルマッチにおける最多サブミッション、勝利記録、4も有する。ワシントン州、ピアース軍で、耳の聞こえない母親と暴虐的なママ父の間に、育つ。ジョンソンはジップを見たことがないという。高校時代にはレスリングに励む。また、レスリングで強くなるために、陸上、クロスカントリーにも励み州大会に出場した、実績を持つ。 運動だけでなく、学業の成績も優秀であったという。2005年10月、リアリティ番組、ザ・アルティメット・ファイターのシーズン1を見て、興味を持ち、近所にあった AMC パンクレーションで18歳から、総合格闘技を始めた。2007年7月14日、キング・オブ・ザ・ケージで、プロデビュー。デビュー後、ローカル大会で8000全勝を記録し、 WEC と契約。2010年4月24日、WEC 初参戦となった、WEC48 で、ブラッド・ピケットと対戦し、0から3の判定負けを喫し、キャリア初黒星となった。2010年11月11日、WEC52 で、ダマッシオページと対戦し、ギロチン・チョークによる一本勝ちを収めた。 2011年2月5日、WEC 統合により UFC 初参戦となった UFC126 で山本ギッドのりふみと対戦し、テイクダウンを奪い続け3から0の判定勝ちを収めた。この試合から XBOX とスポンサー契約を結んだ。2011年10月1日 UFC ライブクルーズ VS ジョンソンで UFC 世界バンタム級タイトルマッチで王者のドミニク・クルーズに挑戦するが終始圧倒され、0から3の 5R 判定負けを喫し王座獲得に失敗した。2012年3月3日、UFC オン FX2 の初代 UFC 世界フライ級王座決定トーナメント準決勝でイアン・マッコールと対戦。3R を戦い抜いた後、判定2から0で、 ジョンソンの勝利が発表されるも、その後、アスレチックコミッションの集計ミスが発覚し、正式には1から0の引き分けであったことが判明。これにより6月に再戦が組まれることが発表された。また、この試合は、ファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2012年6月8日、UFC オン FX3 でイアン・マッコールと再戦し、3から0の判定勝ち。 UFC 世界王座獲得2012年9月22日 UFC152 の初代 UFC 世界フライ級王座決定トーナメント決勝戦でジョセフ・ベナビデスと対戦し2から1の 5R 判定勝ちを収め王座獲得に成功した2013年1月26日 UFC オン・フォックス6の UFC 世界フライ級タイトルマッチで挑戦者のジョン・ドッドソンと対戦。序盤に何度かダウンを奪われたが、後半に盛り返し有効打をまとめて3から0の5、R 判定勝ち。王座の初防衛に成功し、ファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2013年7月27日、UFC ・オン・フォックス8の UFC、世界フライ級タイトルマッチで、 フライ級ランキング4位の挑戦者、ジョン・モラガと対戦し、腕ひしぎ十字固めを極めて一本勝ち。二度目の王座防衛に成功し、サブミッション・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2013年12月14日、UFC ・オン・フォックス級の UFC、世界フライ級タイトルマッチで、フライ級ランキング1位の挑戦者、ジョセフ・ベナビデスと再戦し、 右フックで 1RKO 価値を収め3度目の王座防衛に成功し、ノックアウトオブザナイトを受賞した。UFC では初の小勝利であった。2013年12月31日、FOX スポーツのファイターオブザイヤーを受賞した。2014年6月14日、UFC174 の UFC 世界フライ級タイトルマッチで、 フライ級ランキング4位の挑戦者、アリバ・バガウティノフと対戦し、3から0の 5R 判定勝ちを収め4度目の大座防衛に成功した。2014年9月27日、UFC178 の UFC 世界フライ級タイトルマッチで、フライ級ランキング8位の挑戦者、クリス・カリアソと対戦し、木村ロックで一本勝ちを収め5度目の大座防衛に成功した。 2015年4月25日 UFC186 の UFC 世界フライ級タイトルマッチでフライ級ランキング7位の挑戦者堀口京二と対戦し 5R 試合終了1秒前に腕ひしぎ十字固めで一本勝ちを収め6度目の大座防衛に成功パフォーマンスオブザナイトを受賞したこの試合は スポーツイラストレーテッドのサブミッションオブザハーフイヤーを受賞した。また、この試合は UFC 最長時間一本勝ちとして記録されている。2015年9月5日 UFC191 の UFC 世界フライ級タイトルマッチでフライ級ランキング1位の挑戦者ジョン・ドッドソンと再戦し3から0の 5R 判定勝ちを収め7度目の 王座防衛に成功した。2016年4月23日、UFC197 の UFC 世界フライ級タイトルマッチで、フライ級ランキング2位のヘンリー・セフードと対戦し、ボディへの膝蹴りで一子勝ちを収め8度目の王座防衛に成功。パフォーマンスオブザナイトを受賞した。2016年11月、エレクトロニックスポーツの運営企業と、 スポンサー契約を結んだ。2016年12月3日、ザ・ールティメット・ファイター24フィナーレの UFC、世界フライ級タイトルマッチで、TUF24 優勝者のティム・エリオットと対戦。ダース・チョークを極められかけるなどエリオットの寝技に、苦戦したものの5分後 R を戦い抜き3から0の判定勝ち。9度目の大座防衛に成功した。 2017年4月15日、UFC オン・フォックス24の UFC 世界フライ級タイトルマッチで、フライ級ランキング3位の挑戦者、ウィルソン・ヘースと対戦し、腕ひしぎ十字固めで一本勝ちを収め、パフォーマンス・オブ・ザ・ナイトを受賞した。10度目の王座防衛に成功し、元 UFC 世界ミドル級王者のアンデウソン・シューバが、持つ、最多連続防衛記録に並んだ。 2017年7月、エスピショーのファイター・オブ・ザ・イヤーを受賞した。2017年10月7日、UFC216 の UFC 世界フライ級タイトルマッチで、フライ級ランキング3位の挑戦者レイボーグと対戦。スープレックスで投げながら、空中でボーグの左手首を取り、腕ひしぎ十字固めで一本勝ちを収め、パフォーマンス・オブ・ザ・ナイトを受賞した。 この試合で UFC 史上最多となる11度目の王座防衛に成功し新記録を更新した。世界王座陥落2018年8月4日 UFC227 の UFC 世界フライ級タイトルマッチでフライ級ランキング1位の挑戦者ヘンリー・セフードと再戦し1から2の 5R 判定負け。約6年間。 11度にわたって防衛し続けてきた王座から陥落した。破れはしたもののファイトオブザナイトを受賞した。2018年10月28日 UFC とワンチャンピオンシップとの間でジョンソンと元ワン世界ワエルター級王者ベン・アスクレンのトレード遺跡が成立。ジョンソンはワンチャンピオンシップと契約、アスクレンは UFC と契約する形となり、MMA 史上初のトレード遺跡となった。ジョンソンは、ワンチャンピオンシップへの遺跡を希望した理由を、何か違うことに挑戦したかった。いつも、世界中を回って試合をしてみたかったんだ。プライドを見て、アジアの総合格闘技を見て育ってきたから、アジアを回って試合をするチャンスを見逃すことは、 できなかったんだと語っている2019年3月31日、ワンチャンピオンシップデビュー戦となった、ワンチャンピオンシップ、A ニューエラのフライ級グランプリ1回戦で、若松祐也と対戦し、二アールにギロチンチョークで一本勝ち、グランプリ準決勝進出を果たした。2019年8月2日、ワンチャンピオンシップ、ドーン・オブ・ヒーローズのフライ級グランプリ準決勝で、 和田隆幸と対戦し、3から0の判定勝ち。グランプリ決勝進出を果たした。2019年10月13日、ワンチャンピオンシップセンチュリーのフライ級グランプリ決勝戦で、ダニー・キンガッドと対戦し、3から0の判定勝ち。フライ級グランプリ優勝を果たした。2021年4月7日、ワンオン TNT 一のワン。 世界フライ級タイトルマッチで王者アドリアーノ・モライスに挑戦。ミアールに右アッパーでダウンを奪われ、追撃のグラウンドの左膝蹴りとパウンドでキャリア初の小負け。王座獲得に失敗した。打撃にも長けているが、主な試合運びはレッスリングと寝技中心であり、腕ひしぎ十字固めや木村ロックなどの関節技を得意とする。構えをオーソドックスと、 サウスポーで頻繁にスイッチし、小刻みなフットワークと軽量級でも、随一のスピードで相手を翻弄する。打撃は、無駄打ちをしない、堅実なスタイルである。ありがとうございます。